はい、どうも皆さんこんにちは。ピヨチキチャンネルうぷ主のピヨタです。さあ今回も俺の彼女マジ天使やっていきたいと思います。前回のあらすじ、彼女がね、お嫁さんとなりました。おめでとうございます。で、まあストーリー自体は全部クリアいたしましたので、まあ今回はですね、ヒストリーから見れるこちらのエクストラストーリーを、見ていきたいと思います。まあ5個あるので2パートに分ける感じになるんですかね。まずは実績見ていきましょう。まずお嫁さんレベル15達成です。でもう一つお嫁さんレベル50達成です。お嫁さんレベル50ってなんかすごい結婚の熟年夫婦みたいな感じになってますけどもね。で回答ランクマックスとお嫁さんランクマックス達成と、あとはドクター博士を倒せ、倒しましたね。物理で彼女ちゃんがやると思ってたんですけどもね、物理で主人公くんが殴り倒しましたね。はい、ということでこれでねヒストリー見て分かる通り、はい、玉奪還率が 100%、 ランクアップ率 100%、 玉じで、実績の達成率 100% の全部達成となりました。タップ回数 47,079、 いやー相当僕もタッチしましたね。はい、ということでエクストラストーリー見ていきましょう。誰ですかねこれ、主人公くんかな。まあ見ていきましょうか。なんかこれなんか実績とかにエクストラストーリーってあるんですよね。あ、同じ。じゃあ別にボタンいらないじゃん。さあじゃあ見ていきましょう。未来からの使者。なんだ地震、主人公くんですね。マジすごい陳腐なボール。何これ、タイムマシン。なんだこれ、人工衛星。いやそんな眩しいって程度じゃないからね、人工衛星来たら普通死ぬよ、落ちてきたら。ハッチが開いた、中から人が。何、宇宙人。あ、いた、そこのお兄さん。なんだろうこの目が死んだ少年は。人差し指長すぎないそれ、めっちゃくちゃ長いじゃん。俺ちょっと声がな似てるな、男性2人だと似てしまいますね。なんとか分けよう。そうです、そこのかっちょいいお兄さん、会社作りましょう。会社、企業。何、セールスマンなのこの人は。会社どうしてまだ。いやここだけの話、俺未来から来たんですよね。まあもう未来人いるよ、あのこの主人公くんのお嫁さん未来人だからね宇宙人でもあり扇風機でもあり怪盗でもあり海賊でもあり人魚でもあるけど、この人未来人でもありますからね。そうなのか。あれあんま驚かないんですよね。何、なんかあんまり驚かないんですよねって、驚かないんですねじゃない、よう入れたらなんかさも当然みたいな、やっぱ驚かないんすよねみたいな感じで流れますよ。未来人なら知り合いにいるからな。ああ、もうお嫁ね、嫁さんですから。あ、そりゃそうか。それで知り合いかこいつ。これあれですね、多分彼女ちゃんの知り合いだ。未来で見てきちゃったんですけど、お兄さんが会社作ると将来めっちゃ成功するんですよ。へえ、なるほど、起業か。金儲けがしたいわけじゃないが悪い選択肢じゃないか。というよりそうするのが当たり前のような、何、確定された未来な感じでしょでしょ、だから絶対してください。でついでにお願いなんですけど、何だからこの契約書にハンコみたいな。将来例えば娘さんが生まれて彼氏ができたとするじゃないですか。その娘さんが紐の彼氏にお小遣いあげてても怒らないようにしてください。お前、あ、え、あ、
娘の彼氏お前紐のくせにタイムマシン買ってここまで来たのか。バッキャローめこんにゃろ。紐はダメだろ。ダメじゃないです。いやダメかもしれませんが、それでも優しくしてあげてください。いや、将来そう言われてるからこそこいつ多分ドクター博士にしたように全力でグーで殴りにかかるぞ。多分殴ったりお小遣い取り上げたりしちゃ絶対ダメですよ。あ、殴ったりお小遣い取り上げたりしてるんですね、将来の主人公くん。変わらねえな人って。それじゃ頼みますよ。絶対ですよ。頼ます。危険者頼ます。主人公くん、殴れこいつ、殴れ。こいつが娘の彼氏とか信じられん。殴れ。機関車頼ます。人に頼む態度かそれは、っていう感じですよ。はい、まあそんな感じですよね。あ、おい、行ってしまった。何だったんだ。それにしても会社を作るか。作るとすればみんなが幸せになれる会社がいいな。何をする会社にすべきか。そうだ、あれがあるぞ。何があるぞ。それは次でわかるのかな。おい、もう見えるぞ。見えてるぞ。おい、天使力発電って見えてるぞ。おい見ていきましょう。おーい、嫁と呼ぶな。名前で呼んでやるよ。何それあれだからね、一般人に向かっておーい女ーっつってるのと一緒だからね、それ。何、あ、人になってるって言い方失礼ですけど、まあ人になってますね。天使かな。いや、嫁だった。冗談がきついね。結婚した後の出来事なんですね。エクストラステージってちょこちょこ解放されてますけども、嫁はお母さん同様天使その他を辞めて人間になった。あ、そうなの。てか、あのさりげなく書いてますけど天使その他って。まあ扇風機はやめてよかったよ。でもまあ魔法少女とか宇宙人とかそういうのは有用性あったと思いますけれどもね。てかそんな簡単にやめられるんだ。てかこれでもう天使正真正銘お父さんだけじゃん。ちなみにお父さんと嫁の関係も良好だ。よくそんな良好な関係いけるよね。お父さんグーで殴ったんだぞ、こいつ全力で殴ったぞ。 音だけ聞けば全治っていうレベルの、全治何ヶ月レベルに音出てるレベルで殴ったからね、あんたの実の親。たまにうちに来る。ちょっと娘好きすぎて鬱陶しいが。おい言ってやんな。鬱陶しいレベルでいいじゃんねえ。こいつ初見の時にねえ、お父さんのドクター博士玉ちぎって持っていこうとしたからね。娘の所持物、首から下げてる所持物引きちぎって持っていこうとしたからね。天使だった名残で年を取っても見た目は変わらないらしい。かわいい。いや、それはそれでやだ。一緒に年を取る感覚がいいんじゃないの。何、なんか主人公くん80歳になってもあのねえ、まあお嫁さんですけれども彼女ちゃんで言います。彼女ちゃんの方はもうずっとこの格好のままってこと。嫌じゃない。結婚するとき天使その他全部やめたんだよな。うん、そうだよ。だから今は君と同じ普通の人間。いや、主人公くん結構心がおかしくなってるぞ。情緒不安定だぞ。天使の玉って今どうしてるんだ。もう天使じゃないし必要なくなったからしまってあるよ。今更ですけれども、あのさっき娘の彼氏くん来ましたじゃないですか。でも、ああそうかって言ってるってことは未来人に会ってるっていうのは気づいてるってことだから、じゃあ将来どっかでまた未来人になったりするんですかね。そうか。なあ、それしばらく貸してくれないか。何、どうすんの。いいけど何に使うの。ですよね。会社を作る。はあ、はあ、何言ってんだこいつ。え、また急な話だね。どんな会社を作るの。あの時電気を使って天使力を回復できただろ。そんな設定だったな。そういえば手回し発電機でどうにかなるかなとか言ってどうにかなっちゃったっていう謎ね。
ことは逆に天使力を使って電気を作ることもできるはず。お前科学的に天使力を解明しようとしてる気か。すげえな。すげえけどバカだな。おお、なんか会社の紹介文にここに天使力がございますけれどもとか言ってはってなりますよ。何この頭悪い表現みたいなね。まあ別の言い方するんでしょうね。小難しい。それで発電すれば環境にも優しいし、すごく安感できるから世界中のみんなにのためになるはずだ。ならないと思うけどな。てかそんな無限エネルギーなの天使力って。最初枯渇してませんでした？あの玉あるとずっと無限供給なんですかね。俺はそういう社会の役に立つ会社を作ろうと思う。いいじゃん、やろ。私も手伝うよ。なんなんですかね。なんだろう、ファンタジーと現実を混ぜてやってるというよりかは、主人公くんがもういきなり突拍子もない、なんだろう、俺は魔法が使えるぜみたいな中二病的なことを言い出したように聞こえる。ありがとう。早速始めよう。え、早速始まられる設備があんの？あるの？見たいけど時間があれなんですよね。はい、ということで今回はここまでとしましょうか。はい。さあ、主人公くんが突拍子もない中二病的なねことを言い出しましたね。何原子力発電って、世の中の役に立つ、いや絶対に受け入れられないと断言できそうなものですけれどもね。普通はまあとりあえず主人公くんは未来でも主人公くんだったってことがね分かりましたね。あの娘の彼氏、ボコスカ殴ったり小遣い取り上げたりしてるらしいですね。さすが主人公くん、変わらないですね。人ってそう簡単に変わるものじゃないってよくわかる話でした。うまいことまとめようとしてますけれどもね、何もまとまってないです。ということで今回はここまでといたしましょう。続きはすでに上がっておりますのでね、もうこれの次気になる方はじゃんじゃん見ていってください。ということでじゃあね。